エセキエル・マニュエル・カレーラ・レーエスは、ベネズエラスクレ・シューギリア出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2005年1月9日に、ニューヨーク・メッツと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・メッツで、プロデビュー。45試合に出場して打率。227.8打点。 7盗塁の成績を残した。2006年もルーキー級ベネズエランサマーリーグメッツでプレーし57試合に出場して打率。301.1本塁が19打点22盗塁の成績を残した。2007年はまずルーキー級ガルフコーストリーグメッツでプレーし45試合に出場して打率。341.1本塁が26打点。 16、投類の成績を残した。8月20日に A-9 ブルックリンサイクロンズへ、昇格する子、20試合に出場して打率、300.6打点、6投類の成績を残した。2008年は、a 9セントとルーシーメッツでプレーし、114試合に出場して打率、263.7本塁が、29打点、28投類の成績を残した。 2008年12月11日にシアトル・マリナーズ、クリーブランド・インディアンス間の三角トレードで、ジェイソン・バルガス、マイク・カープラと共に、マリナーズへ移籍した。2009年は、参加の AA 級、ウェスト10ダイヤモンド・ジャックスでプレーした。91試合に出場して日本塁が、38、打点、27盗塁を記録し、打率は、サザンリーグの首位打者となる。 337を記録した。オフの11月20日にマリナーズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2010年は開幕からトリプル A9 タコマレーニアーズでプレーし64試合に出場して打率268.18打点9盗塁の成績を残した。2010年6月27日に ラッセル・ブラニアンとのトレードでフアンディアスと共にインディアンスへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズでプレイし41試合に出場して打率。286.1本類が16打点、11盗塁の成績を残した。2011年3月7日にインディアンスと1年契約に合意。三月十五日に トリプル A 級コロンバスへ配属され、開幕を迎えた。5月20日にメジャーへ昇格し、同日の新シシナティレッズ戦でメジャーデビュー。8回表西一二塁の場面で代打として出場し、一塁へのセーフティーバントを行い、二塁走者が本塁へ生還したため、メジャー初安打初打点を記録した。昇格後は5試合に出場したが、5月26日に、 トリプル A 級コロンバスへ降格した。7月13日にミッチタルボットが故障者リスト入りしたためメジャーへ再昇格。7月18日に中堅守のグレーディサイズモアが故障者リスト入りしたため中堅守として先発起用されていたが8月19日にトリプル A 級コロンバスへ降格。8月20日にシェリー・ダンカムが家族の病気により ロースターから外れたため、代役として最初を浮した。この年は68試合に出場し、打率。243.14打点、10盗塁の成績を残した。2012年3月9日にインディアンスと1年契約に合意。3月18日にトリプル A 級コロンバスへ移動した。開幕後はトリプル A 級コロンバスで97試合に出場し、打率。 294.6本類が42打点26盗塁を記録。8月3日にメジャーへ昇格した。同日にリーフとなったジョニー・デーモンに代わって第4の外野手となり48試合に出場して打率272.2本類が11打点8盗塁の成績を残した。2013年3月11日に インディアンスと一年契約に合意したが、3月25日に、リーフとなった。2013年4月2日に、ウェーバー工事を経て、フィラデルフィアフィリーズに移籍した。移籍後は控え野手として13試合に出場したが、13打数1安打に終わり、4月30日に、リーフとなった。2013年5月2日に、ウェーバー工事を経て、インディアンスに復帰した。 一席後は2試合に出場したが、5月5日に DF となり、7日にマイナー契約でトリプル A 級コロンバスへ降格した。トリプル A 級コロンバスでは105試合に出場して、打率248.5本塁が31打点43盗塁の成績を残した。オフの11月5日に FA となった。二千十四年一月九日にデトロイトタイガースと、 マイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級、トレド・マッド・ヘンズで開幕を迎え、97試合に出場。打率307.6本塁が41打点、43盗塁と活躍し、8月1日にタイガースとメジャー契約を結んだ。昇格後は45試合に出場して打率261.2打点、7盗塁の成績を残した。 オフの11月20日にディーフとなり25日にマイナー契約を拒否したため FA となった2014年12月3日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ2015年の開幕は参加の AAA 級バッファロー・バイソンズで迎え5月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした8月1日にディーフとなり 3日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級バッファローへ配属された。その後、17日に昇格し、再びメジャー契約を結んだ。この年は控えが癒しとして91試合に出場し、いずれも自己ベストとなる打率。273.3本類が26打点という成績をマークした。守備面では、 外野の3ポジション合わせて DRS が低く銃であり、どちらかといえばチームの足を引っ張った格好になった。2016年は外野のスーパーサブとして起用され、自己最多の110試合に起用された。バッティング面では打率、248.6本塁が23打点7盗塁という成績をマーク、本塁打と盗塁、さらには他の多くの部門で、 自己最高の数値を記録した。ディフェンス面では、右翼手の守備についたのが最多で、無失策、DRS8 というハイレベルな守備を見せた。ついで左翼手を45試合で守り、1失策、守備率、977と、右翼よりは落ちるものの、DRS は1だった。中堅手では、無失策ながら、DRS3 だった。 2017年は131試合に出場して、打率、282.8本類打、20打点、10盗塁の成績を残した。2018年2月26日、5のボルカンの加入に伴って、リーフとなった。その後、3月1日に、マイナー契約に切り替わって、トリプル A 級バッファローへ配属され、11日に自由契約となった。 2018年3月12日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。開幕から3カの AAA 級グーイネットストライパーズでプレーしていたが5月17日に自由契約となった。5月18日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び21日に3カの AAA 級ラスベガスフィフティワンズへ配属された。2019年1月30日に ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶが5月7日に解雇となる5月31日に独立リーグカナディアンアメリカンリーグのロックランドボールダーズと契約するが4試合の出場後6月8日にトレードで独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスに移籍シーズン終了後に退団ありがとうございます